DAW レッスン鈴木です。今はいろいろなタイプのシンセサイザーがあって、ハードソフト問わずプリセットがめちゃくちゃいっぱい入っていると。しかもそのプリセットがかなりよくできているので、正直に言えば必ずしもこのシンセの使い方とか基本をわからなくても使えちゃう、いい音が出せてしまうと思います。で、実際に私自身も一から音を作ることっていうのはほとんどないんですけれども、とはいえ欲しいサウンドに 100% 合致する音というのもまずありえないと思いますので、プリセットをいじるときにどこをいじればいいのかというのを知っておくっていうのは非常に意味のあることかと思います。そこで今回はシンセサイザーの本当に基本的な使い方であったり、考え方、パラメーターの働きといったものをですね、何回かに分けて紹介していきたいなというふうに思っております。動画ではウェーブスのエレメントというシンセサイザーを使って紹介していきますけれども、基本的なパラメーターというのはどのシンセでもほぼ共通になっていますし、応用できるところがほとんどだと思いますので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っております。シンセサイザーというのは合成するという意味を持ったシンセシスが語源になった楽器なんですけれども、その基本となる波形を生み出すのが今回紹介するオシレーターセクションになっています。音を合成するという方法もいくつかの種類があるんですけれども、中でも最もメジャーなのが減算合成方式と言われるものになっています。ほとんどのシンセサイザーがこれと思っていただいてもまあいいと思うんですけれども、オシレーターで作った波形をフィルターで削り取って音を出していくと、ちょうど彫刻をこう掘り出すようなイメージで音を作っていくというタイプのシンセサイザーになっています。そしてそのベースになる波形を生み出すのがオシレーターセクションと。今は完全に初期化状態した状態になっていますので、鍵盤演奏すると、っていう、まあ、なんて言うでしょう。なんとも味気ない音が鳴ってくるわけなんですけれども、まず注目していただきたいのが、このオシレーターセクションにあるタイプというパラメーターになっています。ここには今4つのボタンがありますけれども、シンセサイザーによってはもっとたくさんの種類があったりとか、逆に少なかったりするといった場合もあります。それぞれの波形でどんな音がするのかも実際聞いてみましょう。まずはサイン波から見ていきましょう。エレメントの場合は鳴ってる波形がここにこうリアルタイムに表示してくれるので、非常に音分かりやすいかなと思います。お聞きいただいて分かる通り、サイン波というのはこうちょっと柔らかめの音で、いわゆる倍音のない気音だけで構成された音という形になっています。440Hz を鳴らせば 440Hz の音だけがポンと立ち上がってくるというそういった波形になっています。最初に選ばれていたノコギリ波と、これはノコギリの刃のような形をしているからノコギリ波なんて言われてるんですけれども、こんな形でですね、非常に倍音成分に優れたエッジの効いたサウンドが特徴になっています。はい、3つ目は三角波と言われるもので、まあその名の通り波形が三角形の形しているから三角波って言われるという感じですね。これは気音に対して奇数倍音がついていると。なので一つ前のノコギリ波ほど主張の強くないサウンドっていうものを作ることができます。そして四つ目が矩形波。波形を見ていただいて分かる通り短冊型の波形になっています。三角波と同じように奇数倍音を持った波形なんですけれども、広域に行っても信号が減衰することがないので、ちょっと主張の強いサウンドっていうものを作りやすいかなと思います。チップチューンとかで使われるようなこのゲーム機サウンドを作るといった時にもこの矩形波が活躍してくれるかなと思います。このエレメントはこの4つの波形がベースになっていますけれども、シンセサイザーによってはそれ以外のものが追加されている場合っていうのも結構あります。どういったタイプのオシレーターがついているのかというのももちろんなんですけれども、同じサイン波でもシンセによって若干サウンドが違ったりしますので、そういった部分がサウンドの個性につながってくると。そして次にオクターブというつまみを見ていこうと思うんですけれども、これはオシレーターを鳴らす音域を調整することができるというものになっています。例えば今8が選ばれていますけれども、4を選ぶと1オクターブ上、2を選べば2オクターブ上の音を出すことができるようになっています。逆に16にすると1オクターブ下、32では2オクターブ下と、このエレメントの場合はプラスマイナス2オクターブの範囲の中で音を調整することができるよと。ほとんどのシンセの場合、オシレーター複数を合成して音を作ってきますので、例えば同じ高さの音を鳴らした時にも1オクターブ上を鳴らしたいとか、1オクターブ下を同時に鳴らしたいなんていう時にもこの機能が必要になってくるよと。また各オシレーターに対していくつかのつまみがついています。
まずチューンなんですけれども、これはトランスポーズですね。そしてファイン、これはセント単位でピッチを変更することができると。またエレメントの場合はサインモジュレーションというのがついてるんですけれども、これつまみをいじることによって音にモジュレーションを加えることができるよというパラメータになっています。まあ、この辺は使うシンセによって若干変わってきますので、まあ、ご参考程度にと見ていただければいいかなと思います。どんどんのシンセサイザーの場合、複数のオシレーターを搭載していて、それをミックスして音を作っていくといったことができるようになっていますので、2つのオシレーターをミックスするミキサーセクションというものも当然ついていると。エレメントの場合は2つのオシレーターのミックスバランスというものをスライダーで調整していきますけれども、シンセサイザーによっては当然オシレーター1のボリュームとオシレーター2のボリュームがついていて、それぞれのボリュームを調節するといった具合に使う製品というものもたくさんあります。またシンセによってはサブオクターブであったりですとか、ここにノイズを加えることができたり、リングモジュレーションがついていたりとか、そういった場合もあります。このエレメントの場合はオシレーターの音を重ねることによってこう分厚いサウンドを作るといったことも簡単にできるようになっています。今ユニゾン機能が出てきたところで、一つシンセサイザーの非常に分かりやすいサウンド例を紹介してみたいと思うんですけれども、2つのオシレーターにそれぞれ三角波割り当ててあげます。これで弾いてみるとみたいなサウンドになっています。ここでオシレーターをどちらでもいいんですけれども、1オクターブ下げてみます。するとここでオシレーターどちらでもいいんですけれども、このファインチューンを使ってあげてですね、片方のピッチをちょっと揺らしてあげます。そうすると和音で弾いてみると、こんな形で非常に広がりのあるサウンドを作ることができるよと。さらにどちらかのオシレーターを1オクターブ下げてみると、みたいなですね、非常に分かりやすいこうダンスミュージックとかで使うようなアグレッシブなサウンドっていうのを作ることができます。ここにさらにユニゾン機能を加えると、どこかで聞いたことあるサウンドだと思うんですけれども、こういったサウンドって実は非常に簡単に作れるよと。どういったオシレーターを組み合わせるかによって基本となるシンセサイザーの波形が変わってきますので、まあ、非常に重要なセクションということが分かっていただければいいかなと思います。次回はフィルターセクションについて紹介してみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。